リカ終了後の最新バロンドールランキングがこちら。正直今季全体的に微妙じゃね、多分ロドリだろうけど。まあそうなるよな。ユーロ MVP は正直でかい。あとビニのコパベスト8もいたい。ロドリに対抗できるとしたらベリンガムやろな。ロドリがバロンドールというのはあんまりよくわからない。それなら先に上位にカルバハルの名前上がるのでは？なんでロドリ1位やねん。うして、また不正やる気か。これ以上サッカー界を汚すことは許されない。早くしてに判決を。CL よりユーロなのか、普通にベリンガムでいいと思うんだが。ニコ、ヤマル、モラタ、エミマルとかが入ってバルベルで入らんの、マジで意味がわからん。ちゃんとサッカー見てるのか？未だにバロンドールはベリンガムとか言ってる人は2023年のシーズン序盤で脳内停止してるのかな？クラブと代表の国際大会で優勝 &MVP 受賞したロドリには絶対に勝てない。今年バロンドール該当者なしとかでも全然いいと思うけどな。メッシ・ロナウドが取った時に比べると今季は誰が取っても圧倒的じゃない。